こんにちは。今回作る料理はからし高菜鶏飯を作ります。材料の紹介です。お米1合、鶏肉、からし高菜、これで作ります。メスティンにお米1合と水約 200cc を入れました。この状態で30分間放置します。お米を水に浸して30分経ちました。では具を入れます。まずからし高菜を入れます。ちょっと味見します。うん、辛くてうまい。ご飯にかけて食べたいですね。こんぐらいでいいかな。かき混ぜます。鶏肉を入れます。具を入れました。これで炊いてみます。最初は中火で7分間炊きます。これでしばらく待ちます。中火で炊き始めて7分経過しました。ここで弱火にします。弱火にしてあと3分待ちます。弱火にして3分経ちました。ここで火を止めます。止めました。あとは10分間ご飯を蒸らします。ご飯を蒸らして10分経ちました。では蓋を開けてみます。開けます。おいしょー。おいしそうですね。鶏飯ですね。あ、いい香りがする。高菜のいい香りがします。高菜飯ですね。美味しそうな鶏と高菜です。スプーンですくってみます。ご飯はこんな感じです。高菜飯です。おこぎはどうかな。おこぎはついてないですね。おこぎはちょうどつき始めの感じです。おこぎはちょうどついてません。まあいい感じですね。ではいただきます。ご飯ね、高菜ご飯をいただきます。うん、うまい。高菜の味が染み込んでます。美味しいご飯。うん、美味しいわ。高菜の塩分がね、ちょうどよくね、ご飯の味付けになってます。ほんのり塩味。美味しいご飯です。鶏肉いただきます。うん、鶏肉も美味しい。鶏肉は別に高菜の味はしてないんだけど、鶏肉の味で美味しいです。いただきました。いや、美味しかったですね。高菜とご飯って結構合いますね。こう高菜の塩分がね、ちょうどよくご飯に染み込んでて、いい味付けになってました。鶏肉も美味しかったです。あとはゆっくりいただきます。これでごちそうさまでした。